馬です。今日はモデルさんと埼玉へバイク配達に行ってきます。土砂降りです。まずはウマンパサルでカレーを食べてきます。真っ暗だけどまだ夕方で帰宅ラッシュなので、ご飯食べて時間調整してから向かいます。で、配達終わってからお風呂カフェビバークへ行ってきます。お風呂カフェビバーク。以上。来ました。お風呂カフェビバーク。寒い、風が強い。名前が変わってビバークじゃないですか。なんかおしゃれですね。でここ本当に入り口なんですよ。これが、はい、
スイッチです。スイッチ君だ。というわけで今日もよろしくお願いします。大丈夫ですかね。よろしくお願いします。はい。なんか。クマさまです。なんかこのテンションで。すみません。ジョニー君とジョニー君のところに会いに来ました。ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い人です。そんなの。この言葉ですよ。ですね、ジョニー君はエアガン の、はい、スプリング交換とか改造とか試し撃ちとかを YouTube で上げてるので、うちのエアガンの方とコラボできないかなと思って、今日初めて会ったんですけど、まず YouTube からエアガンがなくなることについて。お、いきますか。YouTube でエアガン載せてると広告がつかないので、俺がコラボするとしたってどうしようかなと困ってるところです。困るよね。いきなり何やろう。おー、でもまあ広告抜きで、うん、対決コラボと改造コラボと、うん、やれるだけやっていこうと思っています。なんかもうあれなんですよね。なんかもう黄色マークと赤マークあって、赤マークつかんかったらええんちゃうみたいな感じで。うちは赤はないので黄色だから、もうじゃんやってます。はあ、なんかもう黄色マークで何やろ、もう広告収入なしでもういったろかぐらいで思ってます。うちはいったろかでやってます。もうなんか最近ギターとかに握ってるんですよ。ウクレレとかなんかこんな、あとこれをなんかこれやるだけでなんかうまく聞こえるんやでみたいな、こんな動画ばっかに、なんかもう逃げのジョニー君やってはります。もうそうですよね。いやー、バイクがメインなんだけど、まあ楽しくエアガンでコラボしましょう。でこれジョニー君が書いてきたメモ、恋と時間と浮気。おー、遊びてきます。なんですかこれ。なんか、なんやろ、なんか結構今配信してありまして、これ ギターもエアガンも何にも関係ないぞ。なんかなんか結構配信で需要があるんですよ。なんやろ、なんかなんやろな、なんか男女の関係っていうか。ジョニー君恋してるんですか。なんやろ、オランダでとってもいい人だったらよろしく頼ますね。よろしく頼ます。もうそうなんですよ。なんやろ、いないのに浮気って何なの。なんかこの配信でなんやろ議題に上がって視聴者さんとこう会話する感じなんですけど、なんやろな、なんかこう めちゃくちゃもう今時間がないんですよ。で、時間がないのに、うん、なんやろ、で例えばじゃあ本命の彼女をおったら本命でいいじゃないですか。何やろ、浮気とかなんか別の女性がいて、うん、でなんか本命の彼女がおるにそっち行ってもうたら、何やろ、もうこうなんかこう時間ですか。なんかこう買い物してご飯行ってで夜なんかしてで朝なんか帰ったりしたら、いやもうその時間で何できるんやろって思うんですよね。分かった。時間がないから、まず浮気する前に彼女を作らないと。そうなんですよね。だからその時間がない、はい、いやでもその彼女やったらその1日半日使ってもいいじゃないですか、うん、時間もったいなって思わないんですよ、うん、でもその彼女っていう人がいて、うん、その彼女以外にそんななんか半日も使ったら、うん、なるほど、そんななんかいい女性って彼女捨ててまでそっちをなんかやる女性ってこぶにおると思うんですよ。いるかも。それはでもそれ思うんですよ。それははい、なんだよ、俺に言ってるの。いや、俺たちに違います。違います俺たちに言ってるの。違います。それはそんな、クマさんそんなやらないですよね。いやそれは
本命やったら半日1日使ってももったいなくないわと思うんですよ。でもなんか要はなんか女子大生とかってその辺にゴロゴロいるわけじゃないですか、うん、これからもゴンゴン生まれてくるわけじゃないですか、うん、別になんかそんな人にそんな半日1日使ったらなんか時間のがなんかもったいないわって思う考えなんですよね。ああって考えるんですよ。だから半日1時間あったら本を読めるわけやし、ジョジョの何やろもうクイズジョリまでしか読んでないんですよ。だからクイズジョリの後も読めるわけやし、でも時間がないのって、はい、YouTube を毎日3本上げてるから、上げてる。だからその、はい、彼女だろうが浮気だろうが女の子にそれを手伝ってもらえば、あの1日でも半日でも有意義な時間になると思います。ありがとうございます。まずはだからその女の子を見つけてから考えましょう、はい、いい人だったね、許せたまず何やってるとはと思ってます、はい、頑張ってください。ありがとうございます。うちに遊びに来れば、はい、あの女の子が来てるので、はい、それでコラボすればいいんじゃないですか。許せたまず、はい、でこれは朝倉未来ってまずライジンの格闘家で YouTuber で何やろ200万人ぐらい登録しておるんですよ。知ってる？この間アビバで朝倉未来攻略法って何？いやなんか何やろもうみんななんか喧嘩自慢さんたちが朝倉未来に挑んでことごとくやられてるんですよ、うん、で、自分も格闘技をなんか18年ぐらいやってたんですよ、うん、だから、なんやろみんなもう朝倉未来をなんかまあ、要は結構天才的な人なんですよね、うん、で、その人の倒し方っていうんですかね、それをなんか話したら今日どうなんかなって思って、多分誰も倒せないと思うんですよ。まず、ギターもエアガンも関係ないよね。すみませんと思ってました。はい、そうですよね。まあ、それは頑張ってください。はい、デビューしてる。はい、もう熊さんからもらいましたって言っていいですか、うんうんうん、はい、これはつい、やっぱこれをさっきあそこで打ってなんかあの外のなんか山でちょっとなんか見てみて、うん、やっぱ、あ、やっぱあ自分はなんかエアガン捨てられないんだなって思いましたね。うん、やっぱもうなんか正直いやもうこの間のトーク動画でエアガンについて話しただけで、これで黄色マークなんて思いまして、で、それだったらもうエアガンもう赤いやんと思ってたんですよ。それなんでもう、あ、じゃあギターで行くかマイクラとかゲーム上げてるわけやし、ドラゴンボール始めたんですよ、そっち系でもう行こうかと思ってたんですけど、やっぱこれクマさんにやってこれにやってやっぱ自分エアガン捨てる無理やと思いましたね。実際のところさ、はい、エアガン動画の再生数は他のと比べてどうなの？めっちゃ伸びます。伸びる。伸びます。はい。じゃあ、もうちょい、はい、今すぐやめなくてもいいよ。うん。後からじわじわいくんですよね。はい。ね、エアコキとかエアガンカスタムとかで検索すると、はい、ジョニー君と出てくるから。あ、ありがとうございます。それで俺も見てたんだ、はい、前から。自分で始める前からずっと見てたんだ。感想です。面白いやつがいるなと思っちゃうんだよね。そうなんですよね。なんかでエアガン昔はなんかもっといるかもうどんどん赤くなるんやなみたいな感じで、でなんやろうなんかギャンブルなんかもっと厳しく なるんだろうなみたいに思ってるんですけど。俺見ないから分かんない、はい。あ、結構なんかあのビジネスユーチューバーで。YouTuber だけ研究してる人がいるんですよ、うん、で、なんやろでもアメリカだったらいやもう日本でトランプって言ったらババ抜き抜きじゃないですか、うん、トランプ やるやー言ったらじゃあババ抜きやろうかってなるじゃないですか、うん、でもアメリカだったらもうトランプって言ったらギャンブルなんですよ、うん、もうギャンブルが象徴で、で、なんかそれがもう動画に映っただけで規制の対象になるんですよ。昨日のあのあれはい、なんだっけ その場でプロポーズのカードゲーム、はい、あれもダメだ。ああ、そうなんです。
ですよ。正直なんかあの変な話、なんか僕考えてるのが何やろ、あの YouTube で 4,50 万で都内引っ越してギター教室で 4,50 万で家庭で登録者がもっと増えたら、なんかあの焼き鳥屋かなんか、 まだそこはイメージ不足なんですけど、焼き鳥屋かなんか始めて、その辺の焼き鳥屋でいいんですよ。ちょっと名前がジョニゴンのもも肉みたいな、でそういうのでやって、それ2店舗3店舗ってやって、そういう商売を広げてったらどうなんかなと思ったんですよ。焼き鳥屋を目指していたのか。あ、いや、焼き鳥屋ともしかしたらあれなんですけど、バーとかかもしれないですし、あのそういうこと考えてたんですけど。ところでジョニ君ってどこ出身なの。はい、東京の足立区ですよ。え、はい、生まれは足立区なんですけど、ただ母親がこれ言ったらあれなんですけど、母親がみんな母方が関西なんですよ、西なんですよ、うん、西日本で死んだばあちゃんが徳島だったんで、徳島とかあと京都とか、うん、だからあと九州とか散らばってるんですよ、母方がみんなの親族が、うん、で父親が東京なんですよ、うん、はい、それなんでなんか、はい、で子供の頃からずっとこんな喋り方なの。なんて全く。いやもうジョニゴンショックだよ。東京の出身ってのがショックだよ。でもそうなんですよね。うん、じゃあまあこれからよろしくお願いします、はい、そうですね、エアガンでコラボしましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お気にピースてるけどな、ごちそうな、ウクレレ聞かへんぽい。よくね、今日もよろしくございません。今日あれやって、GTF のな、クマさん来てくれてるんよ。みんなで呼ぼうか、せーので言ってるね。せーの、クマさーん、はーいやね。見たって、クマさんのな、チャンネルな、概要欄貼っとるからな、クマさんのチャンネル見たって。で、これやって、クマさんがな、本当にこう、腰が、誰がおじいちゃんやねん。あ、赤が、ちょっと待ってて。あ、ええ、あれ金徳がおる。あ、待ってて。あ、すごい。なんか、金徳ファンの人、たくさんいるわけで。最後まで見てくれたわけに。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。頼ませ。みんなもジョニコンさんと、クマさんと一緒に、GTF の映画をおもろお仲間になろうや。ほな、あったかくして、寝るやで。チーズ。チーズ。またなぁ。はい。おおきに4分4秒いい感じですよ、おおきに。はぁ、ここ全部もう毎回アドリブなんですよ、ものがあれば。生涯青春の湯、それで三沢つるつる温泉です。